ザハントは2020年のアメリカ合衆国のアクションスリラー映画。監督はクレイグ・ゾベル、出演はベティ・ギルピンとエマ・ロバーツなど、富裕層が娯楽として行う人間狩りを題材にしたサバイバルアクション映画。R15 指定。クリスタルラ12人の男女がどこかもわからない広大な森の中で目を覚ます。すると突然、銃声が鳴り響き、 何者かに命を狙われていることを知った彼らは逃げ惑う。彼らはセレブが娯楽目的で一般市民を狩るマナーゲートと呼ばれる人間狩りゲームのターゲットにされたのだ。カッコ内は日本語吹き替え。2018年3月、クレイグ・ゾベルが本作の監督に起用された。2019年3月、ベティ・キルピン、アイク・バリン・ホールズ、エマ・ロバーツ、グレン・ハワートン。 ジャスティン・ハートリーの出演が決まった。4月、エイミー・マディガン、ジム・クロック、スティーブ・モケイとディーン・ウェスト、チャーリー・スローターの起用が発表された。7月、ヒラリー・スワンクがキャスト入りした。本作の主要撮影は2019年2月10日に、ルイジアナ州ニューオーリンズで始まり、同年4月5日に終了した。2019年7月8日、 ヘザー・マッキントッシュが本作で使用される楽曲を手掛けるとの報道があった。しかし、マッキントッシュは後に降板したため、ネイサンバーが新たに起用された。2020年3月13日、バックロットミュージックが本作のサウンドトラックを発売した。当初、本作は2019年9月27日に全米公開される予定だったが、後に公開日は、 同年10月18日、9月27日と変更された。ところが、8月にデートンとエルパソで銃乱射事件が発生したことを受けて、ユニバーサル・ピクチャーズは本作のプロモーション活動の中止を表明した。数日後、ユニバーサルは本作を公開スケジュールから引き上げた。2020年2月11日、ユニバーサルは本作を同年3月13日に 全米公開すると発表した。その日は13日の金曜日というホラー映画を封切るのにふさわしい日であった。本作は予定通りに封切られたものの、その前後から新型コロナウイルスの流行が拡大し、多くの映画館は閉鎖に追い込まれた。20日、そうした事態を受けて、ユニバーサルピクチャーズは本作のデジタル配信を開始した。 2019年7月12日、本作のティーザー映像が公開された。30日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。2020年2月11日、本作の全米公開日が再設定されたのに合わせて、本作の新しいオフィシャルトレーラーが公開された。本作は、ブラッドショット及び、君といた108日と同じ週に封切られ、 公開初週末に600万ドル前後を稼ぎ出すと予想されていたが、その予想は的中した。2020年3月13日、本作は全米3028巻で公開され、公開初週末に530万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場5位となった。本作のストーリーは、富裕層が一般人を娯楽として殺害するというものだが、 保守層は本作をリベラルエリートがトランプ大統領の支持者を虐殺していく様子を描いた映画だと批判した。2019年8月9日、ドナルド・トランプ大統領は自身のツイッターでリベラルを標榜するハリウッドは怒りと憎悪に燃える最悪のレ質シストだ。近日公開予定の映画は社会に混乱をもたらすために制作された。ハリウッドは 自らの手で暴力を生み出し、異なる思想の持ち主を求断しようとしている。ハリウッドは真のレイシストであり、我が国にとって害悪であるとツイートした。トランプ大統領は作品名を挙げていないが、マスメディアは本作に対する批判であると解釈して報道した。試写会に参加した者の,の中に、本作の政治風刺に対して不快感をあらわにした者がいた、当初。 本作のタイトルは、デッド・ステート・ vs ブルース・テートだったという虚偽報道もあったが、ユニバーサル側は、そのような事実はないと否定している。なお、ゾベル監督は、ザ・ハンとは分断されて、闘争を繰り広げる、両サイドを風刺するものであって、どちらかの側に立った映画ではないという趣旨のことを述べている。本作に対する、批評家の評価は、平凡なものに止まっている。 映画批評集積サイトのロッテントマトズには242件のレビューがあり、批評家支持率は57%、平均点は10点満点で5.84点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ザ・ハントはダークでユーモラスな雰囲気のアクションスリラー映画としては十分な出来栄えである。しかし、現代社会に対する風刺の部分は的を外している。 となっている。また、メトクリティックには45件のレビューがあり、過重平均値は50、100となっている。なお、本作のシネマスコアは C となっている。ありがとうございます。